2020年九事件で使用したもの、1960年以来、毎年カトリック関連の絵画を、九事件で使用されているプエルタデルソルの販売所で、買い求める、長い両列ソルテオエクストラオルギナリオで、ナビダは、スペインで、毎年発売されている、ジャンボ宝くじ。ロケリアでナビダとも、日本語では、クリスマス宝くじとも言われている。ナビダは1812年に、 初めて発売され、世界の宝くじでは2番目に長い歴史を持つ。ちなみにロテリアでナビだという名称がついたのは1892年である。くじは10万枚を1ユニットとし、170ユニットを販売。10枚で200ユーロで販売。しかし10枚を山分けして販売されており、スペイン国内は多くの国民が買っている。2018年実績では、 世界最高賞金総額24億ユーロであり、1等は400万ユーロである。なお2001年までは、スペインのツーカペセタを使用していたが2002年からユーロに変更している。2012年以降抽選会が行われるテアトロレアル抽選会は、毎年12月22日にマドリードのテアトロレアルで行われ、その模様はテレビラジオで生中継される。 スペイン内戦時にはバレンシアなどで抽選が行っていたほか、フランコ独裁政権も実施していたという。抽選アシスタントは、地元のセブサンイルで本祖の生徒が行っており、以下の等数で当選番号が決まる。なお、当選本数は1ユニットあたりの当選数である。抽選は大の刑事の中に番号の玉、章の刑事の中に当選額の玉が書かれており、エルゴルドなど、 高額当選が出た瞬間、立ち会人が番号を確認して公開する。抽選会は4時間以上かかると言われ、いつエルゴルドが当選するかわからなくなっている。一等はエルゴルドと呼ばれており、抽選翌日に一等当選者が大興奮することがある。なお宝くじの還元率は70%である。ありがとうございます。